はい、皆さんこんにちは、カイカイです。今年も四半期収支報告の時期がやってきました。いや、一体なんだその時期はって話ですけども、PS5 そして Xbox シリーズ X をそれぞれ制作しているソニー、マイクロソフトのですね、四半期の収支報告が出てきて、そこで新しい情報が出てくるというわけです。ここまでは販売台数とか、そういうことについてはあくまでも予想の部分でしか語れない部分っていうのがかなりあったんですけども、この収支報告が出てくることによって、それぞれの会社が独自に取っているデータであるとか、これから先の四半期であるとか年度で、これらの時間帯、時期って言った方がいいかな、これらの時期にどういうターゲットをセットするのかで、どういう目標があるのか、何ができると思うのか、そういうものが情報として出てきますので、そちらの方を抑えていこうと思います。それに加えて PS5 の在庫状況がこれから良くなるのか悪くなるのかっていうことについてのもう一つ追加情報が出てきましたので、そちらについても話していこうと思います。こういうコンテンツ楽しんでいただけるなら、ぜひチャンネル登録、高評価、そういうものをよろしくお願いします。非常に助けになっております。いつもありがとうございます。というわけで、実際の内容に入っていきましょう。今回の動画ですね、ソースの方としてはこちらの VGC というサイトを利用しております。この VGC さんから、いくつか情報が出てきておりまして、まずはソニーの、四半期収支報告から出てきた情報の一つ話していこうと思います。こちらクォータリーアーニングスコールっていうやつがですね、まあいわば四半期収支報告のようなものです。なんか直接の通訳が見つからなかったんで、その意訳の部分が鳴ってに入ってしまうんですけども、四半期の、まあ、収支報告であるとか業績報告、そういうものとなっております。でこれがやって、でそこで、プレイステーションを、マーケティングの担当だったかな、フィナンシャルオフィサー、マーケティングじゃなくて、財政の部分の管理をしている人ですね、のトトキヒロキさんですね。この方も以前に名前が何回か上がってきているかと思いますが、この方曰くですね、フィスカルイヤー2021、つまり2021年度ですね、の PS5 の販売台数は 14.8 ミリオン、要は、まあ、約1500万台をターゲットしているということです。で、この約1500万台っていうのが PS4 が同時期に販売できた台数となっております。要はPS4 の販売台数を超えたいですっていうことを言っているわけですね。で、ここで面白いのが、 PS4 の販売台数実績を超えたいっていうのは実際そこまで難しいターゲットではないと思うんですよ。実際すでに出ている情報を見てやるとですね、PS4 の最初の、まあ、1週間2週間であるという、とかである、その発売直後の時間帯の販売実績っていうのは PS5 の方が圧倒的に PS4 より優れているんですよ。もうその時点で PS5 っていうのは、かの有名な PS2 ですね。PS2 が一番販売実績が確か今まで良かったんですけども、PS2 を超えるんじゃなかろうかって言われてるレベルで、めちゃくちゃ販売実績がいいんですよ、PS5 っていうのは。ね、もう本当に在庫状況から想像できないような販売実績となっておりますけども。で、そんな感じで、ここまでの数字を見るなら PS5 の販売実績ってすごく良くて、じゃあ PS4 の販売実績なんか別にターゲットにしなくてもどうせ勝手に超えるだろうよっていうところではあるんですけども、この、1500万台っていうターゲットに到達できない可能性を示唆するものがあるわけですね。で、ここでね、来期、まあ来年度ですね、PS5 のターゲットをこの1500万台以上っていう風にしたいっていう風なことを言った上で、次の部分で、しかしっていう風に入ってるんですね。しかし、PS5 の需要っていうのが非常に高い。だからこそ、これらの機器をより多く制作しようとしております。ですがね、グローバルな、要は世界中でのセミコンダクターの在庫不足っていう状況を見なくてはいけない。私たちが、生産の容量を増加させようとしても、この世界中の状況における難しさっていうのに直面してしまう。ただし、まあ、またただしで入りますけども、もともとのターゲットにちゃんと沿うことができるように最善の努力は尽くしておりますっていうことですね。PS5 の販売実績、まあものすごく良くて、全て売り切れてるっていうことは、もっと生産してればもっと売れてたっていうことなんですね。って考えるとめちゃくちゃいいんだけども、まあ在庫状況が悪すぎてどうにもならない状況になってしまっていると。で、
ここで一つ注目したいのが、この1500万台っていうターゲットですね。ここに到達できるのか怪しいレベルの在庫状況であるということです。それがどれほどのものなのかっていうところですね。ちょっと考えてみてください。 PS4 よりも圧倒的に優れた販売実績を誇る PS5 が長期的に見れば PS4 に勝てないかもしれないっていう状況になっているわけです。というふうに考えると、序盤にめちゃくちゃ売れた、でもその後売れなくなってしまう可能性がある、在庫不足によって、っていうことは、ここから在庫状況がさらに悪化してしまう可能性すらあるんですよ。で、ソースにちょっと怪しい部分があるんで、これに関しては抑える時間は短くしますし、この動画の最後の方に抑えますが、この在庫状況がさらに悪化してしまうっていう可能性を示唆する状況も出て、情報も出ております。ですが、そちらに入る前に続いて Xbox の方を見ていきましょう。 Xbox の方も、まあ別にこのチャンネルね、 Xbox の情報をいっぱい押さえるようなチャンネルでもないんですけども、 Xbox の状況っていうのは PS5 の状況と似通っておりますので、この辺の情報を照らし合わせることによって、まあより幅広いその状況図が見えてくるんじゃないかなということで、でこちらの Xbox の方もね、四半期の収支報告みたいなやつをねやってるんですよね。そこで、チーフフィナンシャルオフィサー、まあ、同じ立場ですね、マイクロソフトのエイミー・フッドさんですね、が Xbox シリーズ X シリーズ S の在庫状況っていうのは2021年4月を通して、引き続き起きてしまうかもしれないということを言ってるんですが、その後のニューヨークタイムズでのインタビューにおいて、マイク・スペンサーさんですね、フィル・スペンサーさんじゃなくて、フィル・スペンサーさんじゃなくてマイク・スペンサーさん、別の人ですね、この方がもう一歩踏み込んでですね、 Xbox シリーズ X シリーズ S の状況っていうのは6月まで続いてしまうかもしれないっていうふうなことを言っていたんですよね。で、この6月っていう数字が、まあ、今一番現実的なものかと思います。AMD がこれらのチップを作っております。この Xbox シリーズ X シリーズ S プレイステーション5両方、これら全てのコンソールのチップっていうのは AMD のチップメーカー、まあ TSMC ですけども、 AMD が製作しております。要は AMD の在庫状況が逼迫されればされるほど PS5 と Xbox の在庫状況も逼迫していくということです。で、じゃあ AMD の在庫状況は一体どうなんだいということで、そちらに目を向けてやるわけなんですけども、AMD の在庫状況、まあ、かなり大変なことになっております。AMD の、その、なんて言うんですかね、チップポートフォリオって言えばいいのかな。要は制作しているチップのカテゴリー、かなり幅広い。で、その幅広いラインナップが全て TSMC の7ナノメートルプロセスで制作されているんですよ。要は、一箇所に制作の要求が集中してしまっているせいで、かなり在庫が厳しいものとなってしまっているということです。TSMC の7ナノメートルプロセス上で制作されているチップっていうのをいくつか見てやると、まあ、ほとんど AMD なんですけども、AMD のデスクトップ CPU で、デスクトップ GPU で、あとはラップトップ用のチップ、まあ、こちら APU になるかと思いますが、で、それに加えて Xbox とプレイステーション、めちゃくちゃ多いですし、多分他にも制作されているチップはたくさんあると思います。確か AMD の、AMD ベースの GPU を利用したテスラのモデルが新しく出てくるっていう話も聞きました。要はそこに、ソニー、マイクロソフト、AMD 自身、そこにさらにテスラもその7ナノメートルプロセスの競争相手として入ってきてしまっている状況になってて、めちゃくちゃ在庫が逼迫していて、改善する余地の見えないような状況になってしまっているんですよね。で、そこまで話したところで、じゃあ最後の話に入っていきましょう。で、この最後の話ですね、タイトルに関してはコンソールの、ショーテージ、まあ、ショーテージっていうのは在庫状況、この逼迫した在庫状況、要はコンソールのこの逼迫した在庫状況っていうのは良くなる前に悪くなる、その理由に関しては、パーツ不足の状況、まあ、要はその在庫を供給するためにいっぱい製造ラインが働かして製造していきますけども、その製造ラインにすらパーツがいっていない状況、まあ先ほど言ったようなチップが足りないような状況、それにつながってくるわけなんですけども、それが理由となってコンソールの在庫状況っていうのは良くなる前に悪くなるぞっていうことをどっかしらのソースが言っておりますよっていうことに言ってるんですよ。で、じゃあそのソースは何なんだいって聞いてやるところ、新しいブルームバーグの報告によるとっていうふうに言ってるんですよね。ブルームバーグですか。じゃあブルームバーグの誰が記事を書いたんですかって聞いたら、
某あのお方がいるんですよね。で、某あのお方がいるんで、この情報に関してはもちろんその誰が書いたからといって 100% デタラメとして、こうペチってねやるつもりはありませんけども、ソースを考慮した上でそれ相応の信憑性を持って見てください。で、そういうふうに表現した上で見ていくと、こちらの方が言っているのはですね、まあ全てタイトルに集約されております。要は在庫状況が良くなる前に悪くなると。で、この在庫状況がいつ良くなるのかっていうのが、先ほどの AMD が話してくれた、またはマイクロソフトが話してくれた、その6月っていうターゲットなんじゃないかと思います。要は6月まで待ってしまえば在庫状況は相当良くなって、まあ多分店頭に並ぶであるとか、オンラインで買いたい時に買えるであるとか、そういう状況になるんじゃないかと思います。まあその時点で、転売やオツになって、私たちは、他人の不幸による非常に高いレベルの優越を感じることができる、まあそういう状況になるんですけども、それはさておき、その6月の前に何が起きるのかっていうところに対しての情報となっております、これに関しては。で、その6月がめっちゃいい感じになりますよっていうことを言ってるんですけども、じゃあその6月の前に一旦在庫状況が悪くなるというわけです。で、そのどれくらい悪くなるのかっていうのがね、特にここには記載されていないんですけども、先ほど私が話したようなテスラがチップメーカーっていうかチップの、購入者として入ってきていることによって在庫が逼迫されてしまうであるとか、あとは多分他の会社もね、そういう7ナノメートルプロセスを使ったチップをね利用しようとしている部分もあると思います。で、そういうことによってその在庫がコンソールの方に行かなくなってしまうというわけです。ここで、書いてあったのが、いや、ここ書いてないですね、まあ、記事の中に書いてあったんですけども、このパーツ不足がなぜ起きているのかっていうのが、パーツの供給者、パーツを買い取っている側、要はコンソールを制作している側同士で、そのパーツの買い争いが起きてしまっているからだそうです。要は先ほど言ったテスラが買おうとしてるし、 AMD が買おうとしてるし、ソニーも買おうとしてるし、マイクロソフトも買おうとしてるし、多分他の会社も買おうとしてるし、で、そこで一旦競争が発生してしまっているんですね。で、そこの競争力という点で、ソニーであるとかマイクロソフトであるとかは一応大企業ではあるんですけども、コンソール制作者っていうのは、まあ大きな会社であれど、いかんせん他の大企業には少しかなわないと。で、他の大企業の方がバイングパワーがあるから、そちらの方が優先的に在庫を分けてもらえて、結果コンソールの方に在庫が行き渡らなくなってしまうという状況になるんじゃないかというのが、ここで示唆されているわけです。まあ実際にどうなるとかはね、まだ分かりませんが、マイクロソフトもソニーも AMD もみんな言ってるのが在庫状況は厳しい。で、そのタイムラインがおよそ6月ではないかということがほぼ間違いなく言えると思います。6月まで行けば大丈夫。ただ6月までは本当期待しない方がいい。そういう状況になってしまうかもしれません。ただしですよ、この動画では、まあ、かなりネガティブなニュースばっかり話しました。この状況が悪くなるであるとか、良くなる前に悪くなるとか、6月まではどうしようもないであるとかね、いろいろ話しましたが、次回の動画でね、在庫が良くなるんじゃないかっていう部分についても話していこうと思います。2つほどトピックがありまして、1つ目が転売ヤー対策にでかいところが入ってきてくれるんじゃないかなっていうところと、2つ目がチップの在庫不足に関する部分がどうにかなるかもしれないっていうところですね。この2つ目の話については、うちのね、視聴者の方から送ってもらったものになります。本当にありがとうございます。まあまだ記事を完全に読み進めたわけではないんで、100% そこにつながるかは分かりませんけども、在庫状況の改善につながるかもしれません。そちらの方に関しては私の方でね、また、記事をちゃんと読んで情報をまとめ直しておきますんで、楽しみにしていてください。というわけで、この動画はこんなもんにしましょうかね。皆さん PS5 買えましたかね。日本は海外よりやばいらしいですんで、多分皆さんもまだ買えてないことですし、私も日本にいる間はね、買えなかったんで辛いですね。というわけで、まあ、今度こそこの動画本当に締めようと思います。ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いしますといったところで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。